引き続き東京エコダなんですけれども、松屋さんです。エコダに行ってまで松屋なんですが、カレーがリニューアルされて創業カレーになったということで、390円のオリジナルカレーから490円になったんですが、こんな感じでございます。でもね、なんかあの牛すじの繊維がすごい溶け込んでるのが分かるカレーで、この繊維質とこの粘度です。多分玉ねぎとかもこれあの飴色で、人参ですね、飴色とかで、炒めたやつが入ってるんだろうなと分かる、なんていうんですかね、サラサラじゃなくてこう、ちゃんと、溶けている、具材が溶けてるのが分かるカレーで、これ490円って結構な原価がかかってるんだではないかなと思われます。ちょっと牛丼屋のカレー、他の牛丼屋のカレーとは一線を期するカレーになってると思いました。まあでも390円のオリジナルカレーでも全然もう大丈夫なんですけどね。ちょっと今寝起きで、朝まだ5時なので声がガラガラですいません。そんなことでまた明日です。ありがとうございます。